梅雨です。梅雨に入りました。私テンパーなんですけど、もう髪の毛がテンパーでくるくるさってまとまんなくって、まあ最近ウィッグつけてるんで関係ないんですけど、そんなことは。というわけで皆さんこんにちは。どうもコスプレイヤーのみそ汁です。今日はですね、年が変わって6ヶ月経ちました。ちょうど折り返し地点です。なのでこの上半期をスクリーンショットで振り返ってみたいと思います。年末にね、私はマクセルを倒し、その後ねカルデスから始まり、まあ、第4第5の試練倒して赤のやつとか赤何でしたっけ、赤い戦慄、紅の戦慄みたいなまあ緑の脅威第6の試練も倒しまして、今青の衝撃に挑んでるところなんですけど、いやー早いですね。半年しか経ってないのにガンガンいっちゃって、私大丈夫かしらって思うんですけど、スクショでね、あの皆さんにお見せしてきたものも含めて、お見せしてないものも含めてちょっと振り返ってみたいと思います。はい、ではまずこちらご覧ください。このイラスト皆さんご存知ですか？この iPhone ケースを私作ったんですよ。その動画も配信されてるんですけど、お家でこうしたらきして3枚ぐらいしたらきして持ってきて、みんなどれがいいと思うって言ってみんなに選んでもらって、でその選んでもらったやつに色をつけてイラストにして、で自分で iPhone ケースのやつを頼んで作ったんですよ。それが1月1日から私この味噌汁日記を撮影してたんですけど、じゃん、届いたんですよ1日に。いやーなんかね、感慨深いっていうんですか、感慨深いの意味はいまいち分かってないですけど、多分感慨深いものがありますね。今でもこうやって使ってるわけです。2月19日0時2分これはフロンティアハンターです。必死にダグラスでペチペチして、多分開始したのがね昼前とか午前中なんですよ。これ最後のクエストかな、0時過ぎですよペチパってやつを人生初めてやりました。結果249ポイント、249じゃない249万3848ポイント取りまして、順位がなんとその当時48位でした。で最終的な順位が、まあ、51位になっちゃったんですけど、またペチパやりたいですね。なんか途中ね、やっぱりこう iPhone とかも熱くなってきちゃって、夕方6時頃とか SBB 打って4秒後に発動とかだったんですよ結構大変で、次やるときはあれですね、6プラスとかさ、いいやつ買って新しいのでまたやりたいですね。3月は皆さん覚えてますか、ファンキルとのコラボがありました。ファントムオブキル、リアル闘神っていうんですか、のバルガスとセレナと、あとガチャで出てくるルナリスがあったわけなんですけど、声もついてかなり私の中でも盛り上がりました。まあそんなスクショがこちらです。はい、バルガス、そして話しかけてるのがセレナです。めっちゃ可愛いですよね。ちょっとダークホースです。ダークホース、ダークホースって違う、思いもよらない可愛さで、今まで気にしてなかったけどめちゃめちゃ可愛かったみたいなことを言いたい。ダークホースかな分かんないよ。結構ね声もかっこよくって最高でした。石川さんだって、私も石川さん半分ぐらい可愛い声が出てもいいんじゃないかって思う、自分の中からね。ちょっとバルガス、いまいちだな4月のですね、私29日に風邪で寝込んじゃいまして寝込み始めが4月29日で、もうバテバテで5日間とかお仕事もすごいお休みさせていただきまして、バッタリ寝込んでたんですけど、こちら見てください、体温計が 7.9 を指しております。そんな時 7.9 の前後全力でレベルを上げてるんですよねお休みもらえたことをいいことに BB 上げもしフルド狙ってみたいなのね、痕跡がすごいです。これ次の日ちゃんとね寝なかったがゆえに8度超えるんですよ。結構1日もね BB レベルも上げて、なかなか全力でコグリエルもメディナも星7まで上げたよみたいな痕跡が多分ツイッターでつぶやいてたんでしょうね。あります、レベル上げデーでした。はい
に確か海外ユニットのねダンジョンがあって、ゲットするために何周も何周もしてたんですけど、バトルの中で明らかにダグラスみたいなやつらが6人ぐらい出てきた時があって、そのスクショがこちらです。じゃん、はい、こちら5月2日しかもそれぞれ1体ごとに名前がちゃんとあるんですよ。マーク、ジェス、シエン、アレン、アーク、リックみたいなお前らダグラスだろって思いながら思わずちょっと笑っちゃいまして、だってこれダグラスに見えません？モーションもダグラスだったんですよ確か。これちょっとね面白くて思わずスクショしちゃいました。5月5日私はですね、またも体調を崩しておりまして、すぐ体調不良になるんですよ。多分食生活がね悪いんだろうけど風邪ひいた時ってなんか寂しくなるんですよ。私一人暮らしなんですけどね、寂しくて寂しくて、ゆうらくんが欲しいなって、寂しさをゆうらくんの召喚にぶつけてたんですけど、なかなか出なくて、でつぶやいたんですよ、全然出ないみたいなことをね。そしたらみささぎ先生からリプが来て、まずリプの中身がいらねっていうね言葉と、こういうねなんか人を舐め腐っていうような顔ぶりが来て、その時に送られてきた写真がこれですよ。ユーラユーラしだユーラユーラみたいな、くっそー辛かったんですよ、寂しいんですよ。そんな時にこんなね一体ぐらいくれよって思いましたよ。あの数々みささぎさんとのねツイッター上でのね戦いを繰り広げてるんですけど、この時ほどみささぎ先生を憎いと思った日はないです。5月19日ピックアップ、有楽を引くぞって朝から意気込んでてツイッターでね、フレンドさんがね見てくださいよ、仲いいフレンドなんですけど、みんなして有楽にしてみそしにも有楽引けるよみたいなコメントつけて、みんなして変え始めたんですよ。憎くて私のところに降りてほしいんだみたいな、そんなの嬉しくねえんだって思いながら、その応援されてる状態が悔しくて、その後ゆうらくんが出たんですよ。じゃんこちら、嬉しくて嬉しくてすぐスクショしてツイッターにすぐ載せたんですよ。やったよゆうらくん出たよって。私はこの子しか愛せません。ヴァンパイアの正当な後継者進化系だと私は思ってるんで、でなんかそうやって言ってたら、そんな私を見かねてかこんなね画像を作ってくれた方がいるんですよ。じゃん、よくない？すごい技術だよね。なんとかシーンヴァンパイアって作ってくれたんですよ。私はこれ家宝にします。みんなもこれから多分有楽見たらヴァンパイアに見えてくるんじゃないですか。5月のね中頃だったかな、ご神十二世のグランガイア戦記が始まりました。ゼファーにもね出番がやっぱりあったんですよ。すごいかっこいいシーンが撮れたんですよ。ご覧ください、こちら5月20日11時29分じゃん、このアリウト君との交差して戦う感じ、グラブさんゼファーさんここは僕にお任せくださいっていうようなアリウトの確かセリフだったんですよ、記憶によれば。そのシーンですよ、このお任せくださいってダーンみたいな、この共闘してる感じたまらないですよね。いやーかっこいいですよね、アリウト君のこのキラキラっていうエフェクトも含めてさ、なんかなんだろう、未来ある弟って感じ、未来あるって感じ、私はこれはマイベストショットだと思ってます。私はね先ほど青の衝撃に負けたんですよ味噌汁日記青の衝撃に負けたんで、結構ねスクショで振り返っててなんか HP とかね確認するためのスクショがいっぱい残ってて、結構頭の中がそればっかりになっちゃって、なかなかね楽しい思い出が出てこないかと思ったんですけど、意外と見てたらやっぱりね思い出がいっぱい詰まってました。皆さんも多分こう要所要所でスクショ撮ってると思うので、たまには画像一覧を振り返って、ああこんな時あったなとか、あこのユニット昔使ってたとか、あーリーダーいつもこれだったわみたいなのがあると思うので、私はね、年明けぐらいはエルザ一筋でしたリーダーはっていう感じでね、皆さん多分あると思うので、あるあるであると思うので、はい、ぜひ楽しんでみてください。それでは下半期でまたお会いしましょう。良いブレフロ生活を。じゃあねー、ブレイブフロンティア、みんな大好き、じゃ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 ん。
やあみんな、チャンネル登録の時間がやってきたよ。パソコンの方はこちら、そしてスマートフォンの方はこちらのチャンネル登録をタップしてください。ぜひチャンネル登録をして最新の動画をチェックラー。